はい、ヨシです。今回はですね、スーパーファミコンのソフトですね、ちょっとまとめて買っちゃったので、ちょっとそちらの紹介したいと思います。あとはもうちょっとあるんですけども、順次紹介していきます。ですね、じゃあまず一つずつ、駿河屋さんの、中古の価格参考に、紹介していきます。今回はですね、ちょっと小当たりですね。大当たりはないんですけども、そこそこ、それなりに値段高いやつがあるかな、みたいな感じですね。1000円超えないぐらいまでのやつですかね。で、まず1個目です。大爆笑、人生劇場。これは大江戸日記版ですね。何個かバージョンあるんですけども、これは大江戸日記版っていうやつですね。大江戸日記。これは110円で買いました。これは、駿河屋さんの中古価格ですと800円です。マルチプレイヤー5対応だから、あれですよね。アタッチメントあれば、コントローラー5個つないで5人までできるみたいな感じですかね。5人までじゃないか。あ、5人までできるってことですね。4個、増えて、1コンのやつで、5個ですね。で次です。スターオーシャン、スーファミのスターオーシャンですね。スーファミでスターオーシャン出てたんですね。僕初めて知ったんですけども、まあスターオーシャンシリーズ自体は知ってて集めてはいるんですけども、全然やってないんですよね。なんで詳細わかんないんですけども、スターオーシャンのやつが、ジャンクのコーナーに並んでたのちょっと初めて見ましたね。で、これは220円でしたね。で、駿河屋さんの中古価格ですと850円みたいな感じですね。まああれですよね、ジャンクの方にほとんど並ばないので僕は見なかったみたいな感じですかね。基本、ジャンクしか見てなくてですね、よっぽど欲しいものがあるときに、中古コーナーまで見に行くみたいな感じですかね。結構あれですね、中古コーナーって見るの大変じゃないですか。なんかパラパラめくりながら、なんで、ちょっとあまりちょっと足を通わないみたいな感じですね。次ですね。フロントミッションのガンハザードですね。これは、220円で買いましたね。ジャンクで。で、駿河屋さんの中古価格ですと670円ですね。まあ、いくらかお得みたいな感じですね。これもあれですよね、ジャンクのあんまり見ないですよね。ちなみに大江戸日記も、人生劇場の、大江戸日記も見ないですよね。で次ですね、キングオブザモンスターズ、110円で買いました。これ、動作したら結構お得ですね。駿河屋さんですと中古価格で1050円ですので、かなり、お得なんじゃないですかね。まあああれですよね、デカキャラが街壊しながら、あれ、なんか対戦するみたいな感じですよね。確かこれ。結構面白いだと思いますね。ちょっといい買い物しました。で次ですね。ダイナウォーズ、恐竜王国への大冒険。これ全然知らないんですけども、330円ですね。懐かしいですね、カメオロンクラブ。330円で買いました。ジャンクで330円で、ダイナウォーズは820円ですね。アイレムが作ってるんですね。まあちょっと、そこそこあれですよね、小当たりですよね。次がですね、ティーンエイジミュータントニンジャータートルズ、ミュータントウォーリアーズですね。名前が長い長い。でこれは駿河屋さんの、ネットの方ですと品切れ中で、マーケットプレイスの方で880円ですね。これ箱節割だったらすごい高いですよね。6000円ぐらいするんじゃないですかね。なんでまあ330円なんですけども、駿河屋さんのマーケットプレイで880円ですね。まあこれもちょっとお得かなみたいな感じですね。まあ今回は大当たりはないんですけども、まあ小当たりがちょこちょこ出てですね、これとか結構お得ですよね。110円で買って、相場価格1050円なので、まあちょっと今回もいい買い物できたかなって感じですね。とりあえず外れはなかったですね。はい、一応こんな感じで、今回はですね、スーパーファミコンの、購入品紹介させていただきました。おまけです。先日、アリックスプレスで購入したファイナルファンタジーのシェルケースですね。外装、IPS 機種に変えるのと同時に、ファイナルファンタジーバージョンにちょっと変えようかなと思ってですね、ちょっと撮影しておったんですけども、途中でちょっと動作確認したらですね、こんな感じなんですよね。
音声は来るんだけど画面が来ないみたいな感じなので、これちょっとあれですね、再度、ちょっと返品なり交換なり、してですね、ちょっと取り寄せるので、ちょっと時間がかかっちゃうので、また当分先になっちゃいますねちょっと動画の届いた段階で動画の撮影やる気もどうなのかなっていうか、上がってればすぐ撮影するんですけども、ちょっとそんな感じでちょっと長引いちゃうかなって感じです。また撮影はするかなと思うので、気長にちょっと待っていただければなと思います。そんな感じでした。こんな感じで、ゲーム関係の、動画上げております。購入品紹介メインなんですけども、ハードオフメインでちょっと買い物し、ジャンクメインですね、買ってきてですね、メンテナンスしながら、壊れてたら修理とかもしつつ、ちょっと、やっております。もしよろしかったらですね、ゲーム好きの方、レトロゲーム好きの方ですね、最近のゲームも、やろうかなと思ってますけども、とりあえずゲーム好きでレトロゲーム、中心ではありますね。はい、こんな感じのチャンネルですけども、もしよろしかったらまた、ですね、登録、グッドボタンしていただきますと、非常に励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ではまた。